鳩の幸のハットホーム。こんばんは、いらっしゃいませ。平和堂公式 VTuber の鳩の幸です。さて、本日は第7回目となりますが、本日もスタッフさんからお手紙をいただきました。今回のお題はスイカ。スイカといえば、平和堂には金沢スイカという商品があるのをご存知でしょうか。この金沢スイカは石川県金沢市の海岸砂丘地帯で地下からの湧き水で育ったスイカです。他のスイカにはないみずみずしさと果肉のシャキシャキ感、夏の美味しさがぎゅーっと詰め込まれています。平和堂の金沢スイカでぜひ夏の味覚を楽しんでくださいね。鳩の幸のハットホーム。そういえば、子供の頃に私、本当にスイカの種を食べちゃって、お腹から芽が出てきてスイカができちゃうかもって焦って大泣きしたことがありました。それでお母さんに、大丈夫だよ、そんなことならないからってなだめてもらって、ようやく落ち着いたんですけれども、あの時ほど焦ったことはありませんでした。皆さんもそんな経験ありませんか？ではでは、皆様も今日一日お疲れ様でございました。ありがとうございました。またお越しくださいませ。鳩の幸のハットホーム。ご視聴いただきありがとうございました。いいね、コメントお待ちしております。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。過去動画も見てねー。